いいですね。終わって嬉しそうです。終わって嬉しそうです。安堵してます。安堵した感じですよ。いきますか。大丈夫ですか。はい、はい、あったの。合ってます。違うこと。クリスタルのサポートチーム、ワインのことならピーロートジャパン、日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部、株式会社リンクは麹町にあるオフィス、不動産関係のことならお任せ、クリスタルのクリエイティブワークショップも準備中、子犬の保育園、ドッグイベント、犬の専門家、ドッグライフスペシャリスト養成スクールを運営する GOGOONE、ペットのお仕事で活躍したい人のためのビジネス講座、ペットビジネスコミュニケーション講座は麹町リンクにて開講中。クリスタルでは番組に情報を届けてくれるコンシェルジュさんを大募集。あなたもクリスタルコンシェルジュとして番組でご一緒しませんか。クリスタル、キラキラな夜はまだまだ続きます。番組を応援してくださるスポンサー、サポートメンバーを募集しています。詳細お問い合わせはキリンホームページをご覧ください。次ズーランド。ズーランド、ごめん、ズーランド、はい、すごいずっこげだ今。ものをつなぐ場所、ズーランドはハートレスキュー隊を応援します。考えるだけでなく一緒に感じてほしい、マンダフルコーナーです。さあパート1、パート1、はい、はい、たびたびですねお伝えをさせていただいておりますが、うん、放送日が近くなってまいりましたのでもう一度告知をさせていただきたいと思います。あれね、はい、あれでございますよ、はい、あれね、はい、はい、朗読劇しっぽの仲間たち3、うん、PS 朝日にてナビ番組を放送いたします。イエーイ。お日にちが11月16日土曜日、深夜2時30分から3時になりますね、うん、ちょっとね、あの夜の時間なんですが週末ですので、はい、ぜひ皆さん夜更かしして、ね、はい、ご覧いただきたいなと思いますよ、はい、ね、なぜならばミッチーナが出るから、うん、ミッチーナ出るからね、そうだそうだそうですね、永久保存版ですね。いやね、本当にどんな風に出るのか楽しみですけれどもね、 あの実際に出演をしてたあのしてくださっている俳優さんと対談をさせていただいたんですね、うんうんうん、あのやっぱりこの尻尾の仲間たちという朗読劇を通じて、はい、初めてその保護犬たちのね、保護動物たちの存在を知ったりとか、なるほど、でそれに対して自分たちが何ができるかなみたいなことを、うん、一生懸命ね皆さんなりに考えてらっしゃるんですよね。あ、うん、なるほどね。そう、なんかそんなことをあの私たちはもちろん私たちにできることがあるし、うんうんうん、あの俳優さんたちにはね、はい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 、俳優さんたちじゃないとできないことが本当にあるよねって、うん、その時もあのお話を、ね、させていただいたんですけれどもね、ぜひぜひあの楽しみにしていただきたいなと思います、はい、BS 朝日ですよ、もう一度言いますね、ね、はい、11月16日土曜日、はい、深夜2時30分から3時になります、はい、どうぞお楽しみになさってください、はい。それではですね、後半もありますよ、うん、後半今日はね、うん、5本のご紹介をしてまいりたいと思います。またみっちーないい本紹介するんだよね。いや結構ね珠玉ですよ私ね、ね、うん、これねユーストリームご覧になってくださってる方見えるかな、後でねあの YouTube の方でもご覧いただきたいと思うんですが、はい、本のタイトルが、うん、春哲学する犬と言います。これね、著者はね、うん、クォン・デモンさんっていう、実はね、北朝鮮の方なのかな。北朝鮮の人なのかな。そうなんです、うん、朝鮮日報新春文芸において、うん、詩の分野で文壇デビューされ、うん、ね、たくさん詩集を出してらっしゃいますね、ほう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 、の方が書いた本なんですが、うん、実はですね、あの役役をなさってる方が、はい、蓮池薫さんなんです。お名前、はい、聞いたことありますよね。ね、うん、そうで
です。1957年新潟県で生まれて、はい、24年間北朝鮮でね、うん、生活を余儀なくされた方ですね。はい、そうですね。はい。で、北朝鮮にいる時に、うん、まあ、様々な多分ご本との出会いがある中で、このクォン・デオンさんとのご本とも出会って、でいつかねやっぱり日本の皆さんに読んでいただけるように、うん、うん、したいなという思いがずっとあったそうです。あ、そうなんだね。お前らとかね、読んでいくとそういうことが書いてあるんですけれども、毎日ね夕方になると必ず出会うワンちゃんがいたんだって。うーん、でその子のことをハルって名付けて、うん、この作者がそうそう、あの、ご本を書いてるんですね。で出会いについて書いたり、夢について書いたり、いろんな思いについて書いたり。なるほどなるほど。短編の刺繍の組み合わせになってるんですけど、なんか絵も優しい感じだね、この。そうなんです、うん、イラストねちょっとご覧いただけなくて残念なんですけど、はい、また、うん、あの YouTube でもご覧いただきたいなと思うんですけれども。そうですね、はい、あのこの春っていう言葉って実は朝鮮の言葉で一日っていう、うん、あ、そうなんだ、うん、意味もあるんだって。うん、なんか蓮池さんがやっぱりねそのこの本にすごく惹かれた、うん、私ことのやっぱりあの体感にはね、そういうやっぱり一日一日の積み重ねの重さっていうのをねやっぱり分かってらっしゃるからこそ、ね、24年間って一口に言うととっても長いですよね。長いでしょ、言ってしまうと簡単なんだけど、でもやっぱりその一日一日の積み重ねが今なんだっていうことをやっぱり帰国をされてより強くお感じになったんだというように私は思いましたね。あの後書きも読ませていただいて、でこの詩の中にもそういうことがねたびたび出てくるんです、うん、一日一日あの春を大事にしようねって、生きていこうねってきっとね勇気づけられたと思いますよね。出口が見えなかった時に多分ね読んでらっしゃるからね。そうですね、うん、だからその時のねやっぱりお心を思うと、うん、気持ちを思うとなんかやっぱり感極まるものがありましたね。そんな、まあ、背景も感じながらね読んでいただけるとすごく、うん、あのいいんじゃないかなというふうに思いまして今日ご紹介をさせていただきました。素敵。でちょっとね時間があるかしら、うん、ちょっと読もうかな、はい、少しだけね、はい、ご紹介したいと思います。ある日ふと、ある日ふと地面から影炎がゆらゆらと立ち上るのを見て気づきました。あの深い地面の下に数万年前の太陽の光やプランクトン、雨粒が存在し、僕たちの先祖も今は埋もれた大地の上を闊歩しながら生きていたんだなということに、僕の足元に彼らの一生懸命生きた春がぎっしりと積み重ねられているということに、地球の歴史が春の積み重ねだということや、春が人生の縮小版だっていうことに、この春を明るく照らす太陽が語りかけます。精一杯自分らしい地層を積み重ねなさい、今日も春をベストを尽くしなさいと。春って一日ね、はい、で置き換えてね、うん、考えていく、こういうことを毎日毎日きっとね思いながら過ごしていらっしゃったんだろうなと思うとね、今だから僕たちはすごくそういうのを大事にした方がいい、ね、そうなんです、ね、メッセージだよね。そうなんです、ね、なんかこうそういうふうに言われないとなんか忘れてしまいますよ ね、 そうね、決して当たり前ではないし、ね、今日一日やっぱり楽しく元気でね幸せに過ごせたことにやっぱり感謝の気持ちをね、そうね、うん、忘れちゃいけないなというふうにしみじみ思いましたね。はい、まあ、蓮池薫さんが役をしてたという、ちょっと私びっくりしちゃったんですけど、うん、それもね、あのワンちゃんの関係のね刺繍大好きでいろんなものを持ってるんですけど、うん、はい、全然知らないで実は買ったんです。あとで気づいた。そう、あれ蓮池薫さんが、うん、あ、もしかしてっていう、なんかそういう感じでね出会ったもんですけども、うん、ぜひ機会がありましたらお読みいただけたらと思います。はい、うん、